で前線を組む布陣となっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイドアルゼンチン、ツートップで前線を組む布陣となっています。南米の強豪チームです。なんといっても注目は10年に1人の逸材と言われるキャプテンディアス君。彼のプレーからは一瞬たりとも目が離せません。さあ今始まろうとしています。さあシーズン開始。ロベルトこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜチーム。これがかける。ゴールを割らせません。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。翼くん、お箱のチームメイトだ。何、飛行機の華麗なものだ。体を反転させかわした。ここだ。これはスライド回転をかけてきた。弾いた。パスを受けた。アルゼンチン、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。体ごとぶつかっていった。体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。あ、これはスライド回転をかけてきた。ガルトーニ君、このシュートに反応している。パサロ、これをトラップその程度か。パスを出します。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。体ごと、そんなものか。10番激しいタックル。体を反転させきた。わった飛行機の華麗な技だ。センターラインを攻め込む。飛行機の華麗な技だ。パサロ君、スライディングでキャッチ。これがファンディアス様の力だ。さあ行くぜパスカル。俺たちのコンビは止められないぜ。かわして振り切った。スルガの足を振り抜きシュート。さすが天才キーパー若林君。ここはパスを出した。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。パサロ君、このスライディングが決まった。ディアス君、鮮やかな前転で突破。ツインシュートだ。横に飛んだ。止めた。さすが若林君です。パスを出します。ジェイテス君、ボールを奪うことができません。鋭いスライディング。ブライン君、何を横に倒して突破。体ごとぶつかっていった。サムライガルマン君、ここで止めた。ブライン君、素早く横に。俺が世界一。俺が天才ファンティアスだ。友達渡しません。させるか。お前なんかねえじゃないぜ。やった。ここで止めた。よし、もらった。よかった。このスライディングが決まった。実は激しいタックル。ディアス、鮮やかな前転で突破。敵陣へ攻め込みます。俺についてこられるか。バック転、バック中からのミラクルオーバーヘッドだ。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。もらった。スタンドでロベルトが見てるんだ。なんとか挽回しなくちゃ。もらった。次々にかわしていく。マサオ君、激しいタックル。あとドリブルを見送る。さあ体を反転させかわした。それ飛行機の華麗な技だ。ああ、これはスライド回転をかけてきた。このボールに飛びつく。弾いた。パサロ、ボールを持った。ディアス君、前転でかわした。
センターラインを越えて攻め込む。行くぜ。鮮やかな前転で突破。圧勝の始まりだぜ。なんとアクロバットな動きで、ヘッドシュートに行った。マスト面からシュートを受け止めた。キーパーごと押し込んだ。まさに必殺の一撃でゴール。翼くんはロベルトのことで動揺してる。邪魔だ。連続だからここは僕が。タイガーショット。体ごとボールにぶつかっていく。アウト。ブロックを粉砕。ガルトーニ君、これはキャッチできない。それパスを出します。ウォールダッシュ成功。これで飛行士の華麗なことだ。センベロ君、タックルを決めた。ディアス、疲れたか？さすがにちょっと飛ばしすぎたぜ。このままだと最後まで持ちああ、まだ俺たちには準決勝と決勝もある。そうだな。みんな、前半はここまで来た君たち。はい。翼くん、強いよ彼は。やっぱり俺の力。翼くん、僕やみんなが。美咲、そうだ。うん。翼くん、試合をこちらのペースにするにはやはり君が中盤を抑えることが第一だと思う。後半は前半以上にディアスを徹底マークしてアルゼンチンのリズムを奪っていこう。うん。君もディアスに負けないサッカーの天才なんだ。自信を持って言ってくれ。ああ、任せてくれ。アメリカに来てからこれまで強敵と厳しい戦いをしてきた。それでもこれまで勝ってきたんだ。だから今日もディアスを倒し、試合、そうでなくては世界一の選手になんてなれないんだ。さあ行こうみんな、後半もやるぞ。みんな、前半はよくやった。はい。それでディアス、どうってことはありませんよ。ただただなんとなく感じるんだ。ロベルトの言葉が当たっているならディアスなら大丈夫。ええ、ディアス、アルゼンチンゴールデンコンビなんて気にするな。だって俺は10年に1人、俺のスピードはディアス。でも大丈夫だよみんな、アルゼンチンの勝ちはもうきディアス。良くも悪くも彼のノリ一つで。タイムを終え、日本でのライバルたちは、そして世界のその最強の敵の一人、アルゼンチンの天才ファン・ディアス。行くぞディアス、君との対決を制し。日本の中盤、もしかするとお前も。しかし天才と呼ばれる男は世界ナンバー。お前との対決を、俺の新しい。後半も勝負だディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。それディアス、そんな高速で抜き去った。アルゼンチン、キャプテンのその天才的プレーを見せつけるのか。もらった、かばして振り切った。松山君、タックルを決めた。スライディングで止めた。よし、パスを回す。もらった、鮮やかな前線で突破。体ごとぶつかっていった。ガルバ君、ここは抜かせません。息の合った連携プレーが見れるのか。ワンツーで素早くリターン。パスカル君、鋭く足を振り抜きシュート。
止めた。さすが若林君です。ここは抜かせません。表示の華麗な技だ。そうだ、体を反転させかわした。敵陣へ攻め込みます。体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。これは華麗に回転を上げたシュートだ。真正面からシュートを受け止めた。パントキック、どこまで運べるか。ディアス君、ロングパスを打ちます。鮮やかな前転で突破。またかわした。ディアス君、ここからチャンスを作れるか。ゴールを狙う。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。体を反転させ、世界で戦うのは近けれど、みん、行くぞアルゼンチン。これが俺の新しいと。今までのドライブシュートとは、スタークラウンスタジアムの上空に幅。やったね翼くん。やっぱお、ありがとう。やったな翼。ヒューガ君のおかげだ。俺はドライブシュートを打つときけれど、そのそうか、うん、だから 100% それが何を言ってるんだ。三崎君や石崎君、俺は自分を見失った。さあみんな、お、それパスを出した。横をすり抜けた。チャージが決まった。ヒューガさん、鋭いスライディング、両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。三杉君、この大一番を制する。ここでコーナーキック。どちらが先に踏めるか。このセンタリングをいきなりできるか。ソーダ君、ダイレクトパス。飛行士の華麗な技だ。ハルス君、このスライディングが決まった。ディアス君、前転でかわした。鮮やかな前転で突破。パスを出します。ブランク、素早く横にかわす。止められない。ブランク、横にかわして突破。渾身のシュート。このボールに飛びつく。若林君、ボールはまだ生きている。ヒューガさん、このパスをトラップ。よし、アルゼンチン、ここは戻りながらのディフェンス。ヒューガ君、直線的ドリブルで蹴散らした。邪魔だ。連続突破で見せます。ヒューガ君、ゴール前に持ち込んで両体が突破。ゴール前に横に飛んだ。ゴール隅に決まった。このためにグラウンドに立っているんだ。邪魔だ。いけ。しゃ、ディアス君、前転でかわした。こっちだ。鮮やかな前転で突破。ボールダッシュ成功。やった。ウゼリ君、このスライディングが決まった。アルゼンチン、キャプテンのその天才的プレーを見せつけるのか。それタックルが炸裂。翼君、これは何度してくれるか。ディアス、ガルバン君、ここで止めた。ガルバン、立っておく。ブラン君、ボールを奪うことができません。ウゼリ君、このスライディングが決まった。ミスギ君、激しいタックル。体を反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。スインシュートだ。翼君、息の合った連携から二人でシュートに持っていった。ガルトーニ君、ゴールを割らせません。翼君、ボールは飛ばし渡せません。これは
南米式のドリブルだ。勝利の意志を描け。最大限の攻撃を踏むだと。全力で攻撃だ。これは反応があるぞ。キーパー止められない。狙いすまず。ゴールを奪えないキーパーなんていない。やった。なんだと。行くぞ。勝利の意志を描け。これは全力のシュート。ここはパスを出した。はっ、足が決まった。もらったぞ。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。次々にかわしていく。これは華麗に回転を受けたシュートだ。それこの時で鋭く反応。止めた。パントキック、どこまで運べるか。このパスをトラップ、パスを出します。もらったごとぶつかっていった。素早くつなぎます。もらったぞ。体を反転させかわした。